Hello there, 始まりました。アマイチャチャンネルです。今回はですね、早稲田大学法学部2020年英語の講義をしていきたいと思います。さあ、どうだったでしょう。私が嫌いなのは、早稲田大学理工学部の英語。まあ、リクエスト多いから解きますよ。はい、で、続いて嫌いなのが法学部と国際教養。読むのは好きなんですよ。面白い内容が多いからですね。解くのがめんどいんだよ、毎回さ。内容一致がめんどくせんだよ。今年はね、内容一致が解きやすかったから困んなかったですけど。まず一つ目ですね、パラグラフのね、内容、一体何が書いてるかっていうやつですね。手に取るように受験生を引っ掛ける気満々っていうのが分かったわけですよ。3と4ね、もうさ、引っ掛ける気満々でしょ。まあ授業中にもね、言いましたけど、パラグラフ3のね、字も明らかにこのね、E にね、引っ掛ける気満々でしょ。ね、White College Student がいるから、こういうね、ちゃんと段落の内容を読んでない人をですね、引っ掛ける。で、4番も同じなんですよ。ここに1950年代、1960年代という単語があるから、A に飛びつくっていうのを狙ってるんですよ。自分自身は、絶対こいつら正解なんないだろうなと思って見てましたからね。で、案の定やっぱりね、正解にならなかったじゃないですか。で、それ以外は結構そのままだから、簡単。で、いつも言うんですけど、とにかく言い換えを見抜けなさいと。これが噂の方はとっても大事だよって言ってますね。今回ね、読みつなかったですか？どうですか？話としては、まあ、自分もその黒人に関してのやつなんかも山ほど読んだり、映画見たり、ドラマ見たりしてるので、すんなり入ってくる内容だったんですけど、2日はね、きつかったかな。あ、このね、コンティンジェンシーズっていうのがね、ちょっとね、わかりづらかったかなと思います。このアイデンティティコンティンジェンシーズって書いてあってね、コンティンジェンシーズなんかね、付随することとか、コンティンジェンシープランみたいな感じで、緊急事態になんかやることみたいですね。そう、ここでは、どういうことかっていうと、ある自分がそのソーシャルアイデンティティですね、社会的に、まあ今回だったら黒人というマイノリティであるってことなんですけど、そういった状況になったことによって、それに付随する、だが、対応しなきゃいけないことのことです。だ今回であれば、黒人というマイノリティのアイデンティティを持っていたがために教育だったりとか、ね、仕事だったりとかプールに行くとかそういうやつですねとかっていうので自分が不利な状況になってしまったっていうことですね。これ知らんよね、こんなんね。受験生はかなり大変だと思うけど、まあ、そういう話だったんですよ。 Not true なものを選びました。これが楽だったでしょ。DEG が非常に簡単でもう明らかに矛盾してるからだいぶ楽に出せたんじゃない。 H のところはちゃんとまあ読めてないときついかな。インディビジュアリズムとかのところが読めてないといけないんで、まあ、ちょっと大変だった人もいるかなと思うけど、 DEG がね明らかに違うからかなと思いますね。で、そう、全体ですね。全体。この E はすぐに解けたんじゃない？ちゃんと読めてた人にとってはだいぶ優しいよね。なんか言い換えですね。言い換え。あ、がね。そうそう。これも文脈で受けたでしょ。irritated。これね、よく使うんですけど。受験生としては知らないでしょ。で、given ね。はい。given気をつけなきゃいけないやつだよね。ね、この過去分詞の与えられるもあるし、前置詞のね、考慮すると、given that でね、接続詞的に使われて考慮するともあるし、で、名詞の前に出てきて、今回みたいにね、このスペシフィックみたいな意味で形容詞で使われるってですね。テニシャス、これ授業でやりましたね。出ましたよ、ほら。ついてべったりっていうイメージを持っとけって言ったやつですね。そこでくっついて、そこで離れないよんっていうやつ。パーセステントっていうのを出せたと思いますね。クリード、これもやってたと思うから、出てきたと思いますね。心情ってですね。クレディットとか、クレデンシャルなんていう単語もありますね。2問目ですね。これなんかね、トフル解いてる気分になった。トフルってね、結構出てくるんですよ。電車の歴史。ね。最初が、それぞれ後ろをくっつけていくやつですけど、不調的なんですよ。今回、まあ、Railways はあんまり特徴がなかったですけど、に、Wordsworth とか、ね、固有名詞がここで出てくることが多いね。Victorian Britain とかさ、Spirit of the Age とか、Victorian Middle Class とかっていう風に、結構見つけるのを簡単にしてくれることが多い。引っ掛けにちゃんと気づければ、もう消去法で切っていっても大丈夫でしょう。まあ、オタクなんでめんどくさいんですけど、きちんと読む力があれば解ける問題ですね。Wordsworth がね、結構ね、答えに関わってくるから、こいつ簡単だったよね。C はすぐ選べるし、3番もそうですね、簡単に選べる。4番も、簡単に選べるよね。一番 Railways が幅が広いから、出てきてる範囲が広いから、1がこの中では一番大変だったかなと。で、Not true ですね。合ってないのはどれか。D
D と I が簡単かな、すぐに、まあ、ここだなっていう範囲を見つけられる。わずわずの考え方が明らかに違うなっていうのがすぐに分かったと思う。ほら、little impact でしょ。ゼロの部分が明らかに変だなっていうのですぐにいけたでしょ。ね、GHI とかね、そうさっきのさ、4つ選ぶやつとかもさ、GHH でね、結構後半に固まってるとか、今回も GHR でね、後半に固まってて、うわーってなっちゃう人が多いんですけど、いいんです、固まってても。忘れただから4技能試験とかだったらね、やっぱね離れてやってくるわけですよ。バランスよくやってくることが多いですけど、大学入試は固まってもねこれだって思って解いてください。でサマリーですね。はい、これは C しかないじゃん。もうどう考えたってこれでしょう。またワズワズ出てきた。そこまでワズワズ重要視してっかなって思ったけどね。これしかぴったり当てはまるのがないよ。で空中補充はまあ Praise A as B であるっていうことと、あとはね、triumphal っていうのが出てるから、これがプラスの意味の単語ですから、プラスの意味の単語が来るはずだっていうので、praise を選ぶこともできたでしょう。2番目は dominate over ですね。この over とつながるのが dominate だってわからないと、intrude とかね、vex は知らないか、最初から。続いて、発音アクセント。2が難問。他は簡単。まあ、アクセントルールもね、使えるから、it とか ity でしょ、economic って ic だし、modernity っていうのも ity だから1個前で、そこの母音をちゃんと見てれば、すぐに R だっていうのが分かるね。そう、decade で、このね、estates っていうのを estate って呼んでる人が多いので、estates なんで、ここは a ね。ing とかさ、revegetate になりますね。ate になるんで、ate の2個前なんで、ve だって分かります。threatened なんてこれは ed は関係ないから無視すればいいし、なんか無駄にね、ed、ing があるやつね。同じようなことで、bustling なんてそれ ing あるわけだからさ。絶対そこに、そんなところにアクセントつくわけ。カンパスともそうでしょ。なんでこういうのが出てくるのか。で、AC のそのモニュメンタル、エンタルって来たらもうそこに必ずアクセントですからね。タノですね。そうそう、トンネルじゃなくてタノだよっていう、よく出るやつです。三つ目が、はい、ね、超簡単なやつですね。グラフに関してね、文書かせる問題出てましたけど、今回、表に関して選ばせる問題です。超簡単じゃん、こんなの。解説するまでもないでしょ。この数字見てきゃいいだけですから。今日の問題なんか 11.9 と 5.5 だから2割ハーフとかさ。赤い時 5.5 だったのが 4.5 にそれ下がったでしょとか。めっちゃ簡単でしょ。多分ね、3番の、そう、past ね、前置詞があるっていうのを知らないと、うわってなっちゃう。compared with も簡単だし、セミドはそう似てますもんね、どう考えてね、この数字の移り変わり。で、最後は文法ですね、バッドでしょ。後ろに SV 来てるから、despite 選んじゃダメですよ。SV 置けないでしょ。はい、続いて前置詞問題ですね。どうだったでしょうかね。まあ最初はね、element of、そうですね、effective public speaking ですね。ああ、だから4があったらね、4も正解になっちゃうから、だから4いないよね。で次もほら、look over でしょ ?look over the top of、look over the tops of your listeners' heads っていう風になるわけです。look at だったら当然それも正解としてあり得るから、at はいないですよね。3番が一番難しいかな。touch their eyes with yours ですね。これ with ですからね。あ、なんか touch ってくるとなんか触ってる感があるから、だから、on とか to とかにね、選ぶ人もいるんですけど、これが with です。次が speak directly to、 これはできた人が多いでしょうね。 directly to ですね。 speak with もあり得るかもしれないけど、 directly できたら speak directly to ですね。impression は簡単、 impression on ってよく言いますよね。次が、faith in ですね。こいつはもう授業でめちゃめちゃやったやつですね。信じる系、belief とかね、信じるっていうのは in と相性がいいんだよっていう風にね、やったやつです。5番、そうですね、これね、ね、全部入る、all correct がある、非常に厄介ですね。rules は、はい、どれも言えますね。abolished ですね。なくしちゃったり、amended ね。改定する、これ、amend 出ましたね。これも、法学部受ける人は必ず知っとけって言った単語ですね。はい、break the rule 大丈夫ですね。そう、わからなかったら、能動態直すべきです。ignore rule 言えますね。ルール無視するとか、misuse rules ね。から、all correct は正解。まあ、ただね、ネイティブに行くと、あんま rules are often misused っていう形で使うことはないけどね、って言ってましたけどね。はい、次は、some people are particularly good at identifying なんとかですね。assumptions。これは簡単。disagree は、自動詞ですから、disagree assumptions と言えないですね。あと、まあ、challenge ね。よく出ますね。KO の方とかでも出たことありますけど、意見にチャレンジするっていうやつね。defy。ああ、そうね。これ無視する、反抗するとかね。question 疑って、verify。正しいとか、実証するみたいなやつよね。で、there are many ways to turn a failure into a、チャンスとか、ああ、そうね、プロスペリティは不可算名詞なんだよ、これね。気をつけてくださいね。だから、あがついてるので、B は入れられない。はい、続いて、正誤問題ですね。間違い探し、どうだったでしょうか。いやー、やらしい引っ掛けだけど、気づいた人は楽勝じゃない。1番はそうですね、インフルエンスが動詞の場合は、オンがいらない。
Have an influence on は OK だけど、動詞で使う場合は on を使ってはいけない。これは狙われるポイントだって言いましたね。だから授業では動詞の時は前置詞を取らないやつ、それに対して名詞の時には前置詞を取るやつとかっていうのをね、教えたりもしましたけど、これで言ってほしい。2番、超品質です。もうこれ英作文でめちゃ罰するしね。トイック勉強してる人もすごい有名なやつですね。コンタクト、ウィズとか入れないでください。コンタクト人です。こいつは超有名。3番はないですね。間違いは、これは、ね、家庭保管、保管料の統治を起きてね。はい。何の問題もありません。おう、これ。4番が難しかったと思いますね。はい。Taking a leisurely stroll ね、よく出るところね。歩く、暇があるところってね。Along the beach is perfect to enjoy。これもう日本人が典型的にやる間違いだっていうふうに言われてますね。なんとか、it's perfect for enjoying ですね。何でも to 不定詞にするなって英作添削してるネイティブがよく言ってます。はいですね。for プラス ing にしなきゃいけないときに結構ね、to 不定詞で書いてくるやつが多いんだよって言ってましたけど、そうです。これも同じですね。perfect for ing。続いて、正常問題ですね。も結構大変だったんじゃないですか。自分はね、1個目の方がむずいと思ったんだけど、ネイティブの方は2個目に苦労してましたね。なんで1個目がですね、めんどくさいかっていうと、要素の分離だよね。The role of climate in shaping で、つまり、role in ing なわけですね。こうする役割。そこに間として、その気候の役割なわけです。それでは気候が人間のヒストリーをシェイプするそういう役割になってるわけですよ。だから、ロールインが離れちゃってるので、だから難しくなってる。それに対して2個目は、そのネイティブは苦労してたんだけど、自分は全然苦労しなかったのは、三人称単数形の S に注目したからですね。it っていうのが主語なんだから、こっちが interacts になるっていうのが分かって、で、dominate の方には S がついてないから、どうせこいつは後ろに来るだろうなっていうので、だからまあ、なんとかかんとか factors って買って、that dominate で、こっちがつながるっていうのが分かった。で、approach は、さっきも言いましたけど、動詞の時には、後ろ目的をそのまま置くけど、名詞の時には to が必要っていうね、その有名キャラなんですよ。こっちは秒で解いた。最後は英作文ですね。はい、自由英作で。今年もまた英。風刺がですね、前回と同じですね。2019年の方はね、DVD でね、すごい自然の景色を見てて、それが実際見れるのにっていうのと同じように、今回はね、子供が遊んでるって書いてあるけども、子供はバスケットとか、ブランコとか、シーソーっていうので遊んでなくて、スマホとかタブレットで遊んでるよっていうね、その風刺がですね、そこをきちんと描写できたかって感じかな。で、まあ自分のね、思うところをそれで言えばいいってわけですよ。わざわざね、外に出てる、ね、公園のとこまでいるのに、家でできることやってるとかさ、うちのネイティブはね、遊びの種類ってものが変わったね、みたいなね、そういうことも言ってましたけど、ね、やっぱね、法学部はめんどくさい。時間がかかっちゃうでしょ。一読でね、長文解けるんだったらいいんですけど、やっぱ何回も読んじゃう人、選択肢、特に選択肢を覚えられない人っていうのは何度も何度も見なきゃいけないので、非常に大変で時間がかかる。ね、だから自分自身も好きじゃない。後ろの方はね、好きなんだけど、長文が非常に厄介なところです。またね、リクエストあったら言ってください。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.